はい、レベルが22になりました。やっていきましょう。いちごマフィンを1個調理。海賊よろず屋の開設。鉢小屋の建設。いろいろ出てきたね。何からやろっか。まずこれからやるか。父が王宮に行く前、ピュリーの魔法使いと会ったそうです。まずピュリー村でピュリーの魔法使いに会いたいです。実はピュリー村と仲が良くありません。もう取引がなくなって10年が経っています。しかし時間がありません。それではピュリー村と貿易をしている商人に話を聞いてみましょう。ちょうど大きな貿易船が村に来てると聞きました。やー、こんにちは。こちらの方がこの村の城主様です。はじめまして。お会いできて嬉しいです。ここに来たのはピュリー村に関するお話が聞きたくて。あの、すみませんが、今私がピュリー村についてどうでもいいのです。え、それはどういうことですか。ちょっとこちらにも事情がありまして。私には関係ないことです。今は自分のことで精一杯です。でもうちの村の運命がかかっていることなのです。少しでもお話を聞いていけませんか、ウルウル。村の運命？上司様、あれを見てください。トミーさんの泣き落としが通じない。なんでこんなところにいるの。ここの近くにクラーケンが出現するので毎日2000ゴールドを損してます。よう入ってきたな。何そんなことか。あんな怪物は俺様が一発で仕留めてやるぞ。上司、心配無用。この勇者マックス様が解決してやるから待ってろ、この怪物め。待って、マックス様、危ないですよ。また余計なことするなよ。上から倒せよ。わざわざ乗らんでいいだろう。あれ、上司、船に水が。大変だ。そこの丸太をくれ。丸太持ってる。作ってるからよかった。あれ、やられてるよ。てか、直す時間ないでしょ。あ、これヘルプ？タップすればいいの？どうすればいいんだろう、これ。あ、ここの本だね。本タップしないといけない。よく見えなかったですが、さっきの勇者がクラーケンに捕まったんでしょ？そう、そんな勇者マックス様が負けるなんて。話してる時間はない。マックスが死んじまう。私が行きます。上司様。上司様も力が足りなかったようです。水上での戦闘は地上の戦闘より体力の消耗が激しいのであります。うわ、ではどうすればいいですか？素早い体力補給が必要であります。あと少し頑張ってください。私がすぐキャラメルをお持ちします。キャラメル持ってる。作ってた。よかった。サクサク進んでるぞ。上司様も捕まってしまった。上司様をしっかりサポートできないなんて、執事失格です。あの、まずい展開ですよね。私が行きます。お、ジャクソン久しぶりに出たな。ジャクソン様ですか？しかし、マックス様でさえ、太刀打ちできなかったのに。危険すぎます、ジャクソン様。これでジャクソン様まで捕まったら。上司様が危険であります。お前も船乗るんかい。上から倒すはいいんじゃないか。ダメなのか。結構近いけどな。これ本またタップするのか。わわ、ジャクソン様まで連れて行かれたらどうしましょう。皆さん危険にさらされるなんて、私は本当に無能な執事です。トミーさん、いちごマフィンを。どうしよう、もう私は母に合わせる顔がない。私はダメな執事です。本当にダメな執事です。トミーさんは気が動転しています。いちごマフィンさえあればどうにかなるかもしれません。まあ、これが欲しいだけじゃないだろうな。お、すぐもうオープンしたぞ。早っ。何でもありそうですね。欲しい品物を探してみましょう。あらかじめ作っておいたら楽ですね。ありがとうございます、上司様。上司様のおかげで解決されました。いや、ジャクソンのおかげだろう、ある意味。それでは、お話を聞かせてください。ピリー村は今どんな感じで人間のことをどう思ってるんですか？ピリーたちのことですか？それは大変です。話が長くなります。とりあえず、周りを片付けた方がいいですね。ヨルズ屋が営業中を再開することを知らなくせなければいけません。片付けも手伝ってくださいませんか？片付けが終わったら中へ入って品物をじっくり見ながら話をしましょう。まあ、しょうがないな。え、どっちがいいんだろう。なんか左の方が良さそうだよね。でも右が海賊って感じがするから右にしてみるか。これにしよう。はい、クリアしました。報酬ルビー1。とりあえずお話をしましょう。プリエ村の情報ですか？取引を2回。お前売りたいだけじゃねえのか。ああ、買ってみるか。上司様、これからうちとも取引しませんか？急ぎで必要なものがあれば私に声をかけてください。購入は簡単ですよね。ルビーを少し追加してくださると品揃えも増えますよ。
船員を雇うと品物を買うことができる。あ、購入できる品物が表示される。ルビーを消費して品物のスロットルを増やせる。時間が経つと新しい品物リストに変わります。ジョイス様、うちには特別なサービスがあります。専用の船員を指定すると必要なものをお探しするサービスです。こちらへどうぞ。まあやるか。お、私の船員たちです。とりあえずルハンを雇ってみませんか。お試しで今回だけ無料にさせていただきます。一日のやつ、これ最高の船員を紹介します。あ、一日のだけか、無料。確認アイテム獲得、小麦かーい。さあルハンの腕前をお見せしましょう。これで必要なものを探してみてください。なんだこのお得って書いてあるやつ。まあ、タップしてみるか。船員の雇用時間が過ぎると再雇用しなければなりません。小麦を選択してください。小麦かい。あ、こうやって小麦をピックアップしてくれるってこと。無料。うちの船員たちはお客様の望みなら命を懸けて手に入れます。必要なものが手元にない場合はどうぞご利用してみてください。あ、なるほど。動画を見たら3時間のやつの休憩時間がなくなるってことかな。それでどうすればピリュー村に行けますか。ピリュー村ですか。そこに行くには海底鉱山にある魔法石を手に入れなければいけないと聞きました。ではそろそろよろしいでしょうか。お店を始めたいです。まあ、2回やらないといけない。あ、動画見たらルビー1も手に入る。何この蜂蜜みたいなやつ。肉結構高くねこれ。右は何。あんま右上で閉じるのか。まあ、ちょっと入ってみるか。こんにちは、お探しですか。まあヘルプもう1回見とこっか。こんな感じです。動画を見てルビーを1もらいました。いや、ルビーの取引はなってないね。もしかしたらこの下のクエストで必要になるかもしれないから、とりあえずこっちからやっていこう。あ、またマフィンがいるのこれ。いちごマフィンを作る。こっちは蜂小屋。これすぐ作れる。人口が足りない。この家を建てとこう。はい。6時間待ち。あ、5時間12分待ちですね。なんかこの蜂の巣使いそうだから買ってみるか。ね、持ってないからね。ちょっと動画を見てシャッフルしてみました。お、ルビーがまたもらえるじゃん。すごくいいね、これ。しょうがない。一番安い卵を買ってみよう。で、まあ、2時間経ったらもう一回実況してみよう。これでよろずやを2回利用。完了しました。あ、あとはこの2つのサイドクエストみたいですね。あと、さっき早くできたのは、あらかじめこうやって開発してたからですね。次はレースか。これもちょっと、ね、作っとこうか。そしたらさっきみたいにサクッとできるかもしれない。いちごマフィンはね、できました。はい、完了しました。報酬300ゴールド。家が完成しました。人口を19人増やすことができます。で、蜂の小屋、これどんぐらいかかるんだろう。まあ、この辺に建てとくけど、4600ですね。26時間後ですね。ビンゴでこの生産出てきたので、このポークチーズちょっと開発をしておきます。で、これをちょっと作ろう。これこんな感じ。まあ、ビンゴのおかげで早く気づけたって感じですね。クジラの船便で人参がちょっと足りないです。これ回復したのでやってみましょう。こうやってね、作物、一般材料、何か欲しいものはありますかってあるから、これ人参を検索してみよう。お、こんな感じに出てきた。私が見つけた商品です。こんな感じで購入ができます。たくさん買っておこう。で、また3時間後、これで積むことができますね。足りる。すごくいいよね。まさかこんなに必要と思わなかったからな。人参あんまり作ってなかったから。本当だったら人参20分後待たないといけないからね。で、時間が経つと船員がいなくなります。こうやって1日5日10日ルビーでね、また雇うことができます。この商品はね、またいつでもこんな感じで購入ができます。はい、蜂小屋の建設建て終わりました。ステーキを1個調理。また新たなやつですね。お、びっくりした。サトウキビをあげる感じですね。音はこんな感じ。ステーキ、あ、作ってた。ちょうどよかった。これ今ビンゴあったから作ってたんですよね。あと、このお肉屋さんのキャラクター、
すごく可愛いよね、リーネルさん。これ絶対ね、捨てないようにしないといけない。みんなも多分このお肉屋さん、リーネルさんの方が多いと思うからね。で、これでほら、ステーキ、今作ってる感じでした。